2章魔剣ガングレリ。アンヤ王国王都ウィンダム。これが父か。まがまがしい雰囲気だな。よく来たな。はい。はい、父上。こうしてこのクラーケンシュタイン城でお目通りが叶う日が来るなんて夢のようです。いや。聞けばマークスとすら互角に戦えるほどに剣の腕を磨き上げたそうではないか。ようやくアンヤの王族にふさわしい力となった。ゆえに高校に呼んだのだ。お父様。え、大丈夫だエリーゼ。カミラ姉さん、俺だってアンヤ王族の一人なんだ。結界なんかなくたって平気さ。さて、我がアンヤ王国は東方の白夜王国と今も戦争の最中にある。はい。我ら王族は古の神神祖竜の血を継ぎし神の末裔。神の力持つ我ら王族にとって増兵との戦いなど草刈りのごときもの。王族が戦場に出れば短期にて一体を滅ぼすことさえたやすい。マークス、レオン、カミラはすでにそれだけの力を持っておる。お前もそうならねばならぬ。はい、承知しております、父上。俺も兄たちに近づくため修練を積んでまいりました。ではお前にこの魔剣を授けよう。これは魔剣ガングレリ、異界の魔力を秘めた剣よ。その魔剣をお前の腕を持って振るえば白夜の兵どもを立ちどころに殲滅できようぞ。ありがとうございます。さて、それではお前にその魔剣の力を試させてやろう。捕虜どもをこれ。捕虜？よいか。この者たちは先の戦闘で捕虜にした白夜の者どもだ。お前の力が見たい。その魔剣を持ってこやつらを倒してみせい。お供いたしましょう。ギュンター、行こう。フェリシア、お前も戦えるな。はい。よし、行こう。敵は強そうだけどね。私はリンカ、炎の部族の族長の娘。ああ、王族ではないんだね。いや、鈴風、かっこいいやつだな。忍びのものか。やれ。勝利条件、敵全滅。なんだ？え？ああ。流脈ってやつかな？風で瓦礫を吹き飛ばす。オッケー、やってみよう。王族しかできない技なんだよね。いいね。オッケー、じゃあ油断は禁物ですぞ。油断は禁物ね。オッケー。あのですね、メイド暗鬼っていう武器で遠くでも近くでも攻撃できる。そうなんだ。壁越しの敵も倒せる。はーい。
意ですか。武器には相性がある。穴ですね。仲間同士くっつく方がいい。 OK、 ちょっと確認しようか。武器の相性、これか。武器の相性、赤は緑に強い。はいはい、色分けされてるんだね。わかりやすいね。緑は青に強い、青は赤に強い、というように武器の相性があります。了解。緑は赤に強い。タブヤンはこれ赤かな。青、緑は赤に強いだったよね。忘れた、もう忘れたよ。どっかにメモっとかないとね、これ。あ、赤は緑に強い。了解。剣は斧に強いってやつだよね。はーい。ということで、あ、閉じる。ギュンターは右側にいた方がいいよね。で、タブヤンが左にいた方がいいな。赤は緑に強いから。で、フェリシアは、杖で回復もできるんですよ。はーい。ここでいいかな。男性の味方が、戦闘時受けるダメージマイナス2、絶対援護、後衛の時前衛が主人公タブヤンなら、なんか変えてますね。なるほど。とりあえず待機、習ったことをやっていこう。ギュンター頼むぞ。鈴風、手裏剣、傷は浅くとも戦う力を一時的に奪う。そうなんだ。おい、避けた。あ、でも避けても状態維持をするの。手裏剣って恐ろしいね。行くぞ。お、かわした。タブヤン行け。フェリシアありがとう。でもか弱いね。フェリシアか弱いね。あ、回復床で回復。オッケー。どうしよう。メイドが攻撃するか。いけるか。守ってみて。よーし、倒した。すみません。謝らなくていいよ。ハートマーク。そしてどうしよう、これタブヤンが攻撃した方がいいのかな、それとも待機した方がいいかもね。これ自分たちから攻撃した方が、この下の方に回られるとちょっと怖いんだけどね。でも待機でいいか。待機。あ、フェリシアが狙われてる。守れー。開いた。終わってない。お、タブヤンも逆襲。フェリシアがやられちゃったよ。行こう。くたばれよ。行って。どこ見てるの。戦闘中も喋るんですね。面白いな。お、レベルアップ。あ、全然レベル上がらない。最悪。運の要素ですね。パラメーターのアップは。ドラクエとかと一緒でね。ちょっと、レベルアップ、寂しかったね。どうしようこれ。3方向に分かれられるとちょっと辛いんだよな。鈴風を早めに倒したいね。行け。自ら攻撃。よーし。マスター。鈴風仕留めたり。こいつら来るけどしょうがないか、耐えるしかないかな。
この陣形崩さない方がいいよね。多分わからないけど、ガングレリでこいつやっつけとこうか。いやどうしよう、迷うな。いやそうしよう、やっつけよう。やっぱ隣同士いた方がいいと思うんでね。一旦なら耐えれるんじゃない、この体型のままで。フェリシア自分の体力回復する方法がないんだよね。待機きた、これはしょうがない。フェリシアちゃん耐えて。おお、やり返したよ。お、来た来た、サブヤンなら大丈夫でしょう。いいね、なんか戦うたびにフェリシアと仲良くなっていくみたいなんだけど。リンか、炎の不足。あ、いた、なんか戦士風の、伝統的な戦士風のやつだねこいつ、リンか。よし、回復床でギュンター手伝ってくれ。どうしようかな。これはあれだね、端っこにフェリシアを置いて間接攻撃しか受けないようにして、これで攻撃だ。これでいいんじゃない。やりました、ナイス、フェリシアレベルアップ。おー、タブヤンより成長した、うらやましい。フェリシア恋人候補だね。ギュンターはギュンターよりもタブヤンで攻撃。どうしようかな、ギュンターでやっとくか、こいつはね。さあ行くぜ。へい、ここ安全第一だ。あ、ギュンター成長しない、もうおじいだもんね。グレートナイト、ダークプリンスタブヤンがとどめ刺すか。音をいたしましょう。覚えて。あ、ギュンターが手伝ってくれた、ありがとう。アンヤ王国恨んでるのか。さらに、おお、今度はだいぶ成長したね。これぐらい上がってほしいね。オッケー、ということでステージクリア。もはやこれまでですね。手強い相手だった。これが白夜の力か。ダブヤン何をしている、とどめを刺さぬか。父上、父上、この者たちはもうすでに戦えません。なんだと。わしはそやつらを殺せと言ったはずだ。そんな父上。愚かな。うわっ。アブヤン、貴様。父上。タブヤンは何もわからぬ身ゆえの。よいか。マークス、白夜兵どもを殺せ。逆らう者がおればもろともに殺せ。やれ。下がれ。兄さん。兄さん、タブヤン、なぜ殺さない。白夜は我らの敵なのだぞ。敵か、でもなぜかそう思えない、彼らのことを。もうやめてタブヤン、私のタブヤン。そんな
まったく。不出来な兄の代わりに僕がとどめよう。レオンか。もうよい。追って沙汰を下す。レオン、お前なんてこと。いくら敵でも動けず戦意をなくしている相手を殺すなんて。おい、戦いは終わった。タブヤン、お前のその優しさ、いつかあだになるかもしれんぞ。だがたとえそうだとしても俺は悔いたりしない。そうか。捕虜どもの持ち物を調べたい。死体を私の巨漢に運んでおけ。レオン、さっきの攻撃は。タブヤン兄さんが落ち込むとカミラ姉さんやエリーゼまで悲しむから、ね、ありがとう。レオン、ありがとう。笑ってすまなかったな。もう。きっとこのままじゃすまないわ。兄弟4人はちょっと理解してくれるみたいですね。父上は厳しい人ですね。いいか、我が弟タブヤンの優しさに免じ、今回だけは解放しよう。消えるがいい。マークスも、マークス兄さんもいい人ですね。鈴風、また会うことになるだろうな。リンか。いや、俺はできれば次に会った時は仲良くしたい。何？ああ、確かに白夜とアンヤは戦争をしている敵同士だ。でも俺はできればお前たちと殺し合いなんてしたくないんだ。早くこの戦いが終わってお前たちと平和に暮らせればいいと思っている。アンヤに世間知らずの王子がいるという噂は本当らしいな。確かに世間知らずかもね。